にちは、エリーです。今日はバテない太らない夏に常備しておくべき食材トップ3。いよいよ暑くなってきました。でも夏の暑さに負けると超絶太りやすくなるって知ってました？でも大丈夫です。今日ご紹介する3つの食材常備しておいてください。今年は夏バテせずにスルスル痩せる、そんな快適な夏になりますからね。さらに夏バテして太りやすくなる食材もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。夏に常備しておくべき食材トップ3。1つ目、レモン果汁。レモン使うだけでお口の中も体の中も超スッキリ、柑橘系の香りでリフレッシュ、超いいですよね。私がレモン果汁を推す理由はズバリ安心の酸味だからです。選ぶ際はオーガニックで 100% レモンしか使っていないものを選びましょう。暑くなるともう汗が止まらないという方、汗と一緒に体力がダダ漏れです。体力とは基礎代謝、生命エネルギー、東洋医学では気ですね。気がダダ漏れすると起きるのが下垂です。たるみと言ってもいいかもしれません。気の働きの一つに細胞を定位置にホールドしておく働きがあります。補節作用と言いますね。体液が漏れないように細胞をキュッと締めておく、皮膚を上に持ち上げておく、内臓が下垂しないようにキープしておく力のことです。イメージつきますか？体力がなくなるとなんだかげっそりして下がる、食欲がなくなるのになぜか下腹だけぽっこり、胃腸の調子がいまいちで倦怠感が半端ない、そう、その状態です。実は体をシャキッと保ってくれる気は汗と一緒にどんどん消耗します。そこで役立つのが酸味、酸っぱい味ですね。酸味には細胞をキュッと締める働きがあります。東洋医学では修練作用と言いますね。レモンを食べた時ってお口がキュッとなりますよね。それが皮膚、内臓、体の組織すべてに起こっているということです。汗が止まって皮膚のたるみを抑えられて気持ちまでなんだかシャキッとしてくる。さらに酸味は味覚の中では体の熱を冷ます働きがあります。暑い夏の熱ごもりに最適ですね。酸味ならお酢もいいんじゃない？その通りです。ただお酢を使うのは正直難易度が高い。お酢そのものは飲みにくかったりするので甘味料が入っていることがものすごく多いんですよね。甘味料は余分な水分をためやすい働き、実はもっとたるみやすくなるんです。レモン果汁は 100% レモンのものがスーパーでもかなりよく売っています。それをお水や炭酸水に入れてスキッと飲むのが安心安全です。また調味料としても大活躍するので買っておいて損はないですね。レモンを飲むタイミングとしては外出から帰ってきた後やお風呂から上がった後など汗が止まらないという時にスキッと飲んでみてください。一日屋外で過ごす方ならたくさん飲んでもいいと思いますが、クーラーの効いた部屋で過ごすなら1日 2、3杯くらいがちょうどいいと思いますよ。酸味は結構お腹冷やしすぎちゃうってこともあるので飲みすぎには注意しましょう。シチリア産レモン、瀬戸内産レモン、結構スーパーでよく見かけます。シークワーサーやカボスでもいいと思いますよ。夏に常備しておくべき食材トップ3。2つ目、梅しょうばん茶。これ何回かご紹介してるんですが覚えていらっしゃいますか？梅干し、おろし生姜、醤油、三年番茶かお湯、これを混ぜたものですね。お湯で溶くだけの瓶詰めタイプもあります。特に高血圧気味という方は梅しょうばん茶夏に使っていただきたい。梅しょうばん茶を夏に取り入れたい理由は3つあります。1つ目、酸味で細胞をキュッと締める修練作用。レモンと同じく汗と一緒に体力がダダ漏れ、疲れやすいという方おすすめです。クエン酸に疲労回復効果もあります。2つ目、血液がきれいになる。夏は血液ドロドロが悪化しやすい。梅しょうばん茶は梅と醤油の塩分が入っていますが、生姜で古いナトリウムや老廃物を排出させ、梅と醤油で新しいナトリウムを取り入れるという働きがあります。日本伝統の血液浄化ドリンクと言われているのも納得です。古いナトリウムや老廃物を古塩と言ったりもしますね。3つ目は腸内環境が良くなる。梅しょうばん茶は腸内細菌の最適化を促す食品です。体の毒素は排出物の水分に溶かされて外に出します。しかし夏の熱ごもり、便秘になると悪化しやすいので毎朝スッキリを目指していきたいです。高血圧の方が控えたい塩分は
レトルト食品や外食で使われている塩化ナトリウムや添加物、お肉との組み合わせです。暑い季節は血圧も高くなりやすいので、梅しょうばん茶を取り入れつつ、ぜひ自炊の割合を増やしてください。梅しょうばん茶飲むなら朝一がおすすめです。朝一の空腹時に梅しょうばん茶をお腹に入れると効き目がとても早いですよ。ぜひお試しください。3つ目の前にお知らせです。私の2冊目の書籍、自然痩せ力が発売になりました。エリーの養生ダイエットのすべてをイラスト入りで解説しています。概要欄にリンクがあります。全国書店でぜひお買い求めください。夏に常備しておくべき食材トップ3つ目、あずき茶、ハトムギ茶。夏の水分補給はこれでお願いします。この2つのお茶は利水、水分代謝を促すお茶です。夏の汗はサラサラの体液なんですが、ここでアプローチしたいのが体の湿気、老廃物を含んだベトベトな水分のことです。東洋医学でこれを湿と言います。この湿がたっぷり溜まった状態で夏の太陽の暑さを受けると湿気が上に上昇します。吐き気や頭痛などの熱中症の症状はまさに湿が過剰に上に上がった時の状態です。つまり熱中症は体にベトベトな余分な水分、湿が溜まっていなければかなりなりにくいということなんです。さらにこのベトベトな水分、湿は胃を攻撃することでも有名。夏バテで胃の調子が悪くなるのはまさに湿の攻撃が原因なんです。日本は海に囲まれているので湿気がとても多い国ですね。高温多湿で蒸し暑いのが日本の夏。体の湿気が少なくなればどれだけ快適に過ごせるのかは未知数です。それには利水、体の余分な水分を外に出す食材使いましょう。筆頭は小豆。小豆茶、皆さんもうご存知ですよね。湿気を取る力が超強いので飲んだことがない方はぜひ試していただきたい。夏はハトムギ茶や黒豆茶もいいですね。水分補給としてぜひ常温くらいで飲んでいただきたいです。キンキンに冷えたものは胃の負担になるので、せめて1日1杯くらいに抑えておいた方がいいと思います。その他にもしじみ、ナス、もやし、冬瓜などもいいですね。食材的にそんなにたくさん食べられるわけではないので、やはり小豆茶やハトムギ茶でこまめに湿気を取ってあげるのが確実かなと思います。ちなみに私のオリジナルブランドキレイでも小豆をベースにしたルナティーあります。夏でも美味しく飲めるので超おすすめです。最後に夏バテして太りやすくなる食べ物もご紹介しておきます。夏は胃に負担な食べ物、湿気がたまる食べ物は控えましょう。お肉、油物、激辛なもの、暑い夏に食べたくなるものですが、頻発すると胃に一気に負担がかかって夏バテします。そして湿気をためるのは冷たくて甘いもの、かき氷、アイスクリーム、甘い清涼飲料水、これは湿気の塊でしかありません。夏の風物詩と言えるものかもしれませんが、食べたら必ず小豆茶やハトムギ茶で水分代謝忘れないようにしておきましょう。冷房キンキンの中で過ごされている方は特に冷たい甘い食べ物注意してくださいね。今年は夏バテ知らずで快適に過ごせる夏にしていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは心と体の平穏にをテーマに、東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介しています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。